ハイチューブ TV。 で、カットは結構毛先のそぎが結構入ってるんで、逆に毛先の方重さを出せたらいいかなと思います。毛先がちょっと軽いのを逆にこうプラスして毛量をちょっと増えて、さらに綺麗なエラインに見えるようにちょっとしていくのと、あと前髪を結構かき上げられるので、そこが綺麗につながるようにしていけたらいいかなと思うんで、あんまり長さは切らないかなと思います。毛先の方が結構このように軽いんで、もう美容室で即なんていうこと言われてるみたいで、ただモデルさん軽めが好きなので、どうしてもちょっと軽くしたい、ただここがもう薄い、削げないっていう状態でテイク3に入っていきます。であと膨らみの原因が多分その中の、ここに見えてない髪の毛が今原因だったりするんで、そこをちょっと何とかしていきたいと思います。今耳後ろのとこだけをちょっと入れたので、プラスちょっと入れました。基本でもやりすぎは本当注意なので気をつけてください。でさらにイングラを作るのに、ちょっとよく基本的に段入れたくないので、モデルさん自体はなんで、もうほとんど段ステムで毛先の方でつなげていくんですけど、毛先にブラントラインをちょっと入れてきます。で、これ軽いところを取っていくとちょっと重さが出てくるんで、フォワードとリバースのねじりをちょっといろいろいろんな方向でやった方が、モデルさんがいろんな方向に動かした時に対応できるんで、今フォワードをやってます。さっきリバースやったので今度フォワードに入れてってます。つなげていきます、全体を。収まるようにダイバルタンは、コンベックスの方ので入れていきます。コンベックス入れていきます。コンケープの方じゃなくてコンベックスの方でダイバル入れていきます。で、ある程度入れ終わったら、これでもだいぶ表面のツヤは出たんで、今度はこの骨格ですね、顔の骨格に合わせてえぐっていくんですけど、こうやって落とした時に顔の骨格に合うように、中を削っていきます。で、ここにこうシュッと入ってくれるようなラインをこの位置に合わせて作っていきます。その時は、コンケープのラインで今度入れていきます。今削ってるのはここの中を削ってます。そぎっていうよりは、ちょっとパサついた毛を取っていく感じで、顎のラインに合わせて、あんまり取れないんですけど、ちょっと取っていきますね。裏面をコンケープで入れていきます。で、なるべく髪が頬のラインから顎にかけて
収まるようにちょっと取っていきますね。なるべく前に移行させた方があのいいと思いますね。前にこうやって取っていく感じですね。なんでだいたい毛先からその頬のラインのところまで入れていきます。そうすると髪が、首からエラのラインから首にすごくひっつくような感じになって、よりモデル体型になっていくっていうような感じですね。やり方は指で引っ掛けて出して、入れていくような感じ。指で引っ掛けて出して入れていく感じですね。で、指で引っ掛けて中の毛をすくってここのラインを引っ詰めていくような感じです。ここですね。だからこの辺をちょっとしっかり入れていくような感じです。このラインですね。このラインを入れていきます。このラインを入れていきます。はい、である程度やったら今度また、表面の方をちょっとずつ筒状で取って、まあ、今度ミドル表面の方っていうよりはちょっとミドルのあたりを入れてきます。入れてるところはこの辺ですね。表面さっき入れたので中間のところを、縦にこう出してちょっと縦側に入れる感じですね。この時も髪の毛のかき上げる方向が結構後ろにこうかき上げるかもしれないんでバックになるような感じ、バックに毛がきれいに動いてストレスなく動いてくれるようにバックにシェイプして、で、開閉何回か、まあ、YouTube でも言ってるんですけど、開閉は親指だけで開閉したら腱鞘炎になっちゃうんで、この大バルタンの使い方としてはもう両手で両方でこうやる感じです。で、艶出しスプレーとかつけとくとより手に負担がかからないので、ここに、まあ、油でもいいですけど16油とかスプレーかけてるとちょっと腱鞘炎になりづらいですね。動きが良くなるので、あとプラスお客さんの髪にその16油のスプレーがつくので、まあ、ちょっとさらってなっていくというようなこともできます。やばい、結構時間、9時に終わるとなったのか、すいません、そうだよね。この辺の、まずダメージがあると硬くなるんですよ、毛が。だけどこれをやると髪が柔らかくなるんで、どうなるかっていうとこれがこっちにこう動くようになってくるんですよね、毛がね。今日の撮影が終わりました。どうでしたか、どうでしたかっていう感じですごいいい感じの髪色になりましたか。はい、ありがとうございます。カットも、結構毛先が軽くて上が重かったんですけど、だいぶバランス的には整って、均一になったかなと思うんですよね。と思うんですよ、なってないかな、はい、ました。ちょっとサザエになったよね。うん、すごいなんかもう見た目でなんか変わりました。ツヤツヤ感がすごい見えました。結構シルエットも長さ変えてないけどシルエットとかも変わったかなと思うので、はいです。なのではい、いいねとかシェアとかしていただきますとやる気が出るのでお願いいたします。お願いします。はい。では皆さん。今日はありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。バイバイ。